ベネットシスターズによるキャットファイトは女性同士の取っ組み合いの喧嘩、またはそれを見せる興行のこと。女性同士の喧嘩に性的指向を向けるものは存在するため、キャットファイトを見せる興行も存在し、ポルノやアダルトビデオのジャンルともなっている。また、女同士の素での戦いを見せるエンターテイメント性の高い格闘技の興行試合として行われることもある。キャットファイトにおけるドロレス、主に女性同士がエロティシズムを前に出した戦いを行う興行のことを指す。戦いそのものの結果を見せることを主眼とせず、訓練されていない格闘技の経験がなさそうな華奢な体つきの女性同士が戦うことが多い。この点で、プロフェッショナルとしての技術を前提に求められる一般的なプロレスや格闘技とは一線を画す。日本における女子プロレスの出発点はキャットファイトである。パンショパン碇兄弟の妹であり日本初の女子プロレスラー碇亭主と田山克実がガーターベルト争奪戦での興行を打ったのが日本の女子プロレスの始まりである。また、アメリカ女子プロレスの草分けとされるミルドレッドバークもキャットファイト映像を制作したことがあった。アメリカ合衆国の WWE ではディーバと呼ばれる女性たちがビキニマッチ、下着マッチ等のキャットファイトを思わせる演出を施した試合を行っている。米国ではさらに NWWL やホクシーボクシングなどのキャットファイト系プロモーションも存在する。ホクシーボクシングは過去に日本でも放送されたことがあり、映画化もされている。日本において、キャットファイトを行う団体として、CPE と NCL の2団体がある。主に、東京と大阪で活動しており、年に1回、NCP と題し、2団体合同の興行を行っていたが、2010年に NCL は解散。残る CPE が、最も古いキャットファイト団体となり、2016年に設立15周年を迎える。2011年にはプロレス形式に特化した新団体ファイティングガールズを長年キャットファイト作品をリリースしているアキバコムが旗揚げした。活動休止を経て2016年に後継にあたる BWP と性的指向の強い SSS に分裂している。興行は主にショーパブやライブハウスで行われるが、大きなものは新木場ファーストリングや、北沢タウンホール、アジエンユニバースなど、一般の格闘技会場を使用する場合もあり、CPE は年に5回ほど新木場ファーストリングにて、興行を行っている。2006年11月26日には、NCP として、大阪、フェスティバルゲートにて、キャットファイト、関西初上陸を果たした。現在は、難波のアジエンユニバースにて CPE が年1興行を開催している。さらに2006年には CPE として横浜赤レンガ倉庫大会、2015年には両国国技館にて CPE 提供試合、2018年には日本武道館で行われたアイドル博内でオイルレスリングなど3試合を披露した。キャットファイト興行や DVD には専門のキャットファイターのほか、グラビアアイドル、アクション女優、レースクイーン、AV 女優などが出演することが多い。プロである女子プロレスラーや女子格闘技選手なども出演している。一方で、キャットファイトからプロレスラーや格闘家に転向する者もいる。キャットファイトの映像ソフト市場には、バトル、SSS、ピンクカフェオレなどのキャットファイト専門レーベルのほかに、かつては、ソフトオンデマンド、ギャルソンなどの大手を含めたアダルトビデオメーカーが参入した。その後、現在でもキャットファイト作品を制作しているメーカーもある。参入初期には、キャットファイトのサイトやファンが企画した女闘人マンティコアや SOD、グランドキャットファイト GP などの作品も誕生している。なお、日本にはキャットファイト専門店も存在する。また、キャットファイト専門誌、バトルビーナスが、6歳社より発行されている。レッスルマニア25で行われた、ディーババトルロイヤル前日の通りエンターテイメント性が高く、試合形式は総合格闘技ルール、キックボクシングルール、プロレスルールなどその場その場で違う。中には、追いはぎマッチと呼ばれる相手の衣装を脱がせたら勝利となるなど、お色気面をより強調したルールも存在する。また、CPE、海外のインディペンデント団体などでは男女を含めたデスマッチやハードコア戦も少なくなく、それらを売りにしているキャットファイト団体さえ存在する。相撲形式の戦いもあり、その際は日本選手制、または回しの外し合いなどのルールが採用されることが多い。他の格闘技を擬して、リングを使用する場合もあるが、リングを使用すると観客から細かい部分が見えにくくなるため、ロープを外したり、あるいは、初めからリングでなく青いブルーシート上や舞台上で行われることもある。また、四角いリングではなく、泥レスリング、オイルレスリング、ローションプール、砂浜、アパートの部屋などリング以外の場所に設定されることもある。相撲形式の戦いの際には、簡易土俵や土の本格的な土俵が使用されることもある。特に決められたルールはなく、コスチュームは存在しない、一般的な格闘技のようにトランクスやスパッツなどで戦うこともあるが、主にプロスタイルルールでは90年代までの女子プロレスを模倣して競泳用水着を着用するほか、ビキニ、トップレス、下着、パジャマ、セーラー服の他ナースなどの制服を着用してよく言えば、個性的、悪く言えば、客にこびたコスプレをして戦うこともある。また、総合格闘技ルールやレスリングルールなどでは、選手が破れやすい素材で作ったコスチュームを着用していることがあり、この場合はコスチュームが激しい動きによって偶然に破けてしまうという演出がなされた試合が行われる。マスク着用の選手も多い。アメリカでは、ミュージックとの関連性も強くなりヒスパニック系のラップやダンスミュージック等のミュージッククリップにもメインテーマとしてキャットファイトを用いているビデオディレクターも存在している。また、ここ最近では CF にもシアトリカルな手法でキャットファイトをディレクションしたビデオも増えている。連続する映像作品を通してストーリーを構成していくスタイルのキャットファイトを提唱したキャットファイトロナルド率いるスパーサーニークサータライツをはじめ、気質のバトル、ピンクカフェオレなどのいくつかのキャットファイト専門レーベルが存在しているが、そのほとんどは空き箱無系列に分類される。ところで、日本では1980年代の女子プロレスブームを頂点として、近年ではその人気は下降傾向にあるが、その中で1980年代、黄金期の女子プロレスを映像作品として再現を試みるラピュタという独立系メーカーも存在する。日本国内外で趣向に相違があり、国内では主にプロレス、レズバトル、ボクシング、相撲、ミックスファイト等の分野が主流である。海外で人気が高い喧嘩、泥レスリング、オイルレスリング、コント形式のショーなどの分野の人気は低い。また、バトルや DWW やディープスなどの一部作品では全裸の場合もある。近年多様化が進み、両機種の作品もキャットファイトと関連付けされ始めたが、ことこのジャンルに関しての人気は海外も国内も同程度と言われている。女子、外国人列伝ミルドレッドバーク。ロッシー小川ブログマイフェイバリットライフ。2012年12月1日、閲覧。キャット、パニックエンターテイメント、ハットニュージャパンキャットファイトリーグ、新日本キャットファイト連盟、ファイティングガールズ、秋葉コムバトルビーナススパーサーニークサータライツ、ラピュタ CPE10 周年千秋楽盛大。キャットファイトの母アッキー、父セゴに感謝、ミスターポーゴまでもが、おめでとうファイト。ミルフォンネット2012年5月21日。ありがとうございます。